こんばんは。いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。こんばんは。ということで本日は AKB48 の18周年ということで、劇場で18周年をみんなでお祝いしてきました。18周年おめでとう。ありがとうございます。本当にすごいよね。もうだって19年目に入って、もうね20年目も20周年も近づいてきました。こんなにも歴史がねあるねグループにこうやっていられて、私もそのうちの10年ぐらいはいたんだなって思うと、わーすごいなって思いました。えらい長いこと自分もいるなっていう感じになりました。そうね、もう半分以上 AKB の歴史の中でいたんだって思って、ねえびっくりです。私も、そうですね。で今回は去年と一緒の形式というか、内容が去年と全く一緒のあのやつだったんですけどあのそうですね、企画、そうですねそうですね、あのこうやってメンバーから投票された子たちが、そう賞をもらうで楽曲を歌えるっていう感じだったんですけど、私は去年に引き続きベストサポート賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。2年連続やったね。でも去年と一個違ったところが、私は去年もそのベストサポート賞に受賞させてもらったんですけど、去年はなぜかサポート賞だけなぜかあの曲の披露がなくて、なので今回もないのかなって思ってたら、ありがとうをね歌うことができたので感謝です。楽しかったです。絶対に大西の名前が出てこない日だな大西の名前そんな覚えにくいかな。ちょっと前はあったんですよね、あのファンミーティングの時に大西台本持ってるまなかちゃんにすら名前を忘れられた時があって大西おそんなて存在感ないかな。絶対出てこないの、大西の名前みんな。難しいな、もっとこう、アピールしとけばよかったな。私は大西です。そう。なんかみんなの印象に残ってないのかな、名前が。そうなんですよね。でも、ひななながずっと緊張してて、もう昨日、もうこのレッスンあったんですけど、そうでも昨日の段階から大西のとこ絶対つまずいてたから怪しいなと思ってたんですよ
で今日のリハは完璧だったんです。めっちゃそう。そうね、いやでも可愛かった。うん、いや頑張ってくれた。卒業までに覚えてもらえるように頑張る大西も。なのに私は大西もからよってちょっとアピールし続けるわ。うん、名札つけてやろうかな、研究生みたいに。うん、ちょっと頑張って存在感出していくわ。私大西ですって。うん、うん、あと2ヶ月足りるかな、2ヶ月で。ちょっと頑張るわ。そうね、まあでも個人的に嬉しかったのはゆきりんさんとね同じ歌割りで歌えたのが嬉しかったですし、そう、そうなんです。今日もお話できてゆきりんさんとちょっとだけ。次のシングルゆきりんセンターだね。そうなんだよ、嬉しい。めっちゃゆきりんさんのセンターはなんか痛かったなっていう気持ちもね今更ながら溢れてくるんですけど、そうね、でもどんな楽曲になるのかがすごい楽しみです今から。うん、そうな、楽しみ。素敵な曲になるんだろうな。まあね、そうそうそう、それこそゆきりんさんセンター私、次のねシングルの発表が今日されてびっくり。本当に今日ないと思ってた大西。うん、年明けぐらいなのかなとか思ってたら今日で。もーちゃんは知ってたの？あ、今日あることは全然知らなかった。うん、まあ本当にサプライズでしたね。もーちゃんは何も聞いてなかった。そうね、あ、でも知ってたこともあったんだけど、内容的にね、次の選抜はこんな感じになるよみたいな、こんな感じになるよ、いやそう、メンバーとか別に聞いてないんだけど、まあなんか知ってた情報もあるけど今日発表するっていうのは知らなかった。うん、びっくり。はなかちゃん選抜復帰したんです。そうなんだよ、私が入ってほしいと思ってた。それこそ特に、まあみんな入ってほしいんですけど、特にあのまなかちゃんと平戸由紀ちゃんがまた選抜復帰してくれたことはすごく嬉しかったし、今回初めてのね子も多いので、そうね、これからね結構ガッと新しく、まあガッと、まあそうね、うん、でも選抜に選ばれた皆様は素敵な皆様なので頑張ってほしいですし、うん、そうね、うん、雰囲気がらっと変わりますね。ね、変わるね。エイトは3人だけになっちゃった。いや3人残ってるんだから OK。
きいよ。確かにね、えいと今まで7人6人とかがね多かったからね選抜。まあでもその選抜から卒業ねした枠が空いて、まあ今回落ちてしまった子もいたし、入れなかった人もいるし、うん、なんか私はさ、まあ次の選抜入らないって分かってるからさ、もちろん卒業するからね。だから実際で言うとさ、まあ私は関係がないといえば関係がないじゃない、関係あるんだけどねあるんだけど、うん、でもやっぱりこの、やっぱりなんだろうね、選抜発表っていうのはね、いろいろいろんな気持ちになるというか、うん、嬉しい気持ちもすごいあるんです。みんなが選ばれて、なんかこれからすごい新しくなっていくんだろうなと思うんだけど、ね、この感じがまあ AKB の良さでもあるんだろうけどね。うん、勝手になんか自分も一緒に悔しくなっちゃったりとか、なんかしたりとかも、うん、難しいね。全員選抜だったらいいの、まあ、それだったら平和だけどね。でもそれはそれでだよ、結局テレビに出れる人数っていうのは限られてくるから、うん、やっぱり目指すべき場所がね選抜っていうのを改めてみんなが認識するというか、わからないけど、みんなを、卒業してもみんなを応援したいと思います。うん、ね、みんなを応援します。みちゃんも選抜なんだから胸張って卒業して、胸張って卒業できるように最後まで私も気抜かず頑張れたらいいなと思います。ねっ、お話し会とか、明日明後日はお話し会でございます。うん、残り4回なのでオンラインお話し会も楽しみたい。
何これ面白い、もう最近面白いコメント多いんだから。今日もみんなで新衣装着てて嬉しかったね。あの衣装嬉しいよね。推しも可愛くて大好き。何、またが AKB にいてくれて本当に本当に良かった、心からありがとう。そんなこと言ってくれるの、何、優しいんだけど、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。ね、でも平田ゆきちゃんからお下がりの服もらう予定あるのでね、ゆきちゃん欲しいんだけど、お西お下がりのお洋服よ、ずっと思ってる、ゆきちゃんが入ってきたからずっと思ってる、お下がり欲しいなって、ゆきちゃんの可愛すぎて、もし2年連続ゆきちゃんに投票しちゃった、あれ、うん、そうだよ。後輩からもらわないで、だってめっちゃ可愛いんだよ。後輩にたかってる。今度遊びに行くとき大西が全部おごるからお下がり欲しい。うん。何センスいいんだって、いやめっちゃいいよ。インスタグラム見てみてください。うん、お買い物一緒に行って選んでもらう、違うの、ゆきちゃんのが欲しいの。気象いかな、欲しい、ゆきちゃんが着たやつがいいの。そう、新しくじゃなくてお下がりが欲しいの、ゆきちゃん。そう、うん。そうです、私はゆきちゃんが着た、もうゆきちゃんが着込んだ、ゆきちゃんが着て着て着込んだお下がりが欲しいから、新しく買うじゃんまた別の意味になってくるよ。うん、ゆきちゃん逃げて。いやでも本当にゆきちゃんの写真とか見ていつもおしゃれだなと思って、濃い。そう、あとはあとな、あと何個か読まれてたよね。 C にも MVP 入れたし、うん、そう、あとはうん、うん、そう、ゆきちゃんも今度遊びに行こうねって言ってるんだよね。ゆきちゃん推しかって、推しではないね、推しではないって言い方あれかもしれないけど、私はみんな推しなので、そう、誰推しってないんですよね、大西あんまり今まで、73ぐらい、うん、だってゆきちゃんが唯一泣いてくれたんで、これはこの話したよね、ゆきちゃんが私が卒業発表して唯一泣いてくれた子なんですよ。そう、メンバーでね、
泣いてくれたっていうか、そうね、おんちが見た限りは目の前で泣いてくれたのはゆきちゃんだったので、もうね、そうメンバーの中でね、そうだから、うん、モナカ泣いてなかったっけ、泣いてたっけモナカちゃんなんか泣いてるかなと思ったけど、あの時分かんなかった、あの喋ってた時、うん、そうなの、うん、でも嬉しい、なんかそれこそゆきちゃんがねあんまり泣いてるのってさ、泣いてたよって、本当？もう一度名前忘れるのに、もうかちゃん、あれ本当に泣いてた？もう一度名前忘れ、もう一度めっちゃ念を伝える、こういうとこだよね、永遠に言い続けるの、こういうとこが人間として良くない、そうこういうとこが良くない。いやでも嬉しいね、嬉しいです本当に、そうそう、何時に終わるか、50分に終われるようにするわ、終われる、終われる、50分に終わるわ、うん、まあでも、まあまあね、一旦今日はいろんなことがありましたが、期間的にはすごく楽しい日でございましたので感謝です。8時間は行天と遊んだ、行天と待機場所が違くて、私そっちに行きたいですってお願いしたけど、私のそのリハの時間メイクの時間を合わせるといけないってなって、その行天たちが待機している場所に、だから遊び、まあ一緒にいる時間はずっと一緒にいたんだけど、代わりに空き時間に村山ゆりさんと茂木しのぶさんとマネージャーさん2人と5人で飲むような買いに行った近くのカフェに、今日はアイスティーのラージサイズを飲みました。今日はね調子よくてね、アイスティー飲んでもふわーってなんなかった。そうなの、あれですか、善人テリーズじゃありませんカフェインダメって、そうなの、やっぱりアイスティー飲むとこうふわふわってなることが多くて、でも今日もアイスティーをどうしても飲みたくて買っちゃえと思って買ったんだけど、意外と大丈夫だった。いや分かんないんだよね、でも急に なるようになっちゃったの、今年か今年ぐらいかな、今年入ってからかもしれない。アイスティーが美味しい、紅茶が大好きで、今まで紅茶をばっか飲んでたのね。そうでもなんか急にカフェインとか紅茶飲むと頭クラクラってするこうようになっちゃって、そうなんだよね、あカフェイン鉄分消すからって、それもあるのかもね、もしかしたら常に血足りない民なので
すぐ貧血になっちゃうの昔から。もしかしたらそれかもね。確かに貧血のクラクラとちょっと似てるかも、言われてみたら。貧血なのかって。そうなの、小学校の時から多くて貧血になることが。だから一生多分献血できない人間なんだよね。おいしい、栄養ドリンクとかもう飲んでない。鉄分のあのプルーンのやつとかよく飲んでるんだけど、あとひじきをよく食べたりはするんだけど、そのぐらいしかしてないか。そう、何型ですか。 B 型。私 B 型。私 B 型。ワイモーって一緒。私 B 型。B っぽくないよねって。嘘だ。大西めっちゃ B だと思うよ、性格。めっちゃ B っていうのもなんかさあれだけどさ、うん、B でしかないと思う私。うん、王冠強いって。あ、でもママは王かも。ママが王でパパが B なので、O と B が混ざってるっちゃ混ざってるんだけど、でもめっちゃ B。 もうすごい気分や。うんうん、典型的な B って嫌と思うよ、自分勝手だし。わかんない、 B の人が自分勝手かわかんないけど、なんか、うん、もうマイペースだね。言えば自分のペースがありすぎて、そのペースを乱されるとちょっとしんどくなっちゃう、うん、そう、うん、マイペースは O でしょ。いや、そのマイペースっていうのにもさあるじゃん。マイペースってなんかさ、のんびりそうになんか思わない？マイペースイコールちょっとのんびりなのかな、じゃなくて B のマイペースはもう自分のペースなんですよ。わかる？もう自分中心みたいな自分中心のペースがあるから。そうなの、そう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 です。私はとっても B 型です。 B 型に生まれてよかった、楽しい B 型。うん、よし終わるわ、50分だって。ではでは、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位マカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がタック387さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大西かっきょっとマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がかわちやっとマーク大西たんおしーさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がハッチーさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてタワーかな、ありがとう。1位の方かしら、1位の方ありがとう。
読んでいきます。1位のマカロニ48さん、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 タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。イエイ、ありがとう、本当に。ありがとう。皆様も本当にありがとうございました。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。